エリスグリです。巷の気になるものをご紹介していこうなんですが、はい、やっぱり皆さん今これなんじゃないでしょうか。テーマこちら、はい、花粉です。備えるためのマスクとメガネの今をご紹介いたします。久保田くん、ちゃんとやってる？今ね、鼻グズグズ、今もちょっと鼻グズグズなんですけれども、薬は飲んでるんですけれども、マスク、メガネっていうのはね、どういったものがこう対策としてね、なっているのかっていうのが非常に気になりますね。マスク、メガネ、みんな分かってる、分かってるよって思うかもしれませんが、最新のマスクとメガネです。はい、えりすぐりをご覧ください。進化が止まらないマスクとメガネをいきますよ。えりすぐり、まずやってきたのはイオンタウン金沢しめのに先月オープンしたマスク専門店ナボです。マスク専門店、わー、マスク専門店って初めて来ましたけど、全部マスクですよ。すごいいっぱい。例えばこれどんなんでしょう。形も良さそうですけど、あ、中がベージュですよ。ほら、ファンデーションとか口紅とかがこう分かりにくくなってる。マスクは花粉の侵入口である鼻、口を守る必需品です。コロナ禍の影響もあり、進化し続けていて、いろんなものがあります。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、本当にマスクの数が多くて。そうですね、もう今やこんなにも増えたんですね。いや、本当に多分200以上あるような感じで、もうこうやって並べるお店の方も大変ですよね。本当にどこに何の商品があるかもう分かんなくなるぐらい、僕らも本当に、はい。ひとえにマスクといっても形、種類も様々です、うん、今回はマスクの今を学びながらおすすめの商品をご紹介いただきましょう。形も今大きく4種類あるんで、好みのサイズとか大きさも皆さん選ばれて購入されていきますね。わ、大きく4つの形があるということで、まずは立体型のマスクを見ていきますよ。まず1つ目は、立体型、こちらの、立体型、あのシルクのような光沢のある商品なんですけども、小島さんがされているプリーツの形、まあ、昔からあるようなプリーツの形とはまたちょっと違った形となっておりまして、プリーツだとここの隙間が出てしまう。できてる、はい、すっごいできてる、ほら指入るんですよ、ここ、はい、そこから花粉のものが入ってくるんで、ここの隙間がなくなるのが立体マスクって言われているものですね。フィットチェックしますよ、はい、どうぞ。どうも、いただきますおかしい食べないでください。あ、本当だ、すごいフィット。ここが隙間できないですよね。隙間できないけど、ここの立体の部分で呼吸もしやすくって。そうです、はっきり言って、あのプリーツよりもこうゴワゴワしない。そうなんです、そこなんです。このなんですか、シルクのような肌触りのおかげで、はい、こうなんて快適、すごく滑らか、はい、このマスクの特徴が、このスパンレースマスクといいまして、肌やすあわりが良くて、また柔らかい素材になっているんです。はい、花粉の 99% カット、またあの紫外線の 88% 以上カットっていうのも、お、すごい、はい、特に女性の方におすすめ。確かに嬉しい、はい、肌触りもいいとは進んでますよね、うん、続いては花粉をシャットアウトするこちら専用。あ、こちらね。さあ、次のマスク教えてもらいましょう。じゃあ続いてはこちら、ダイヤモンドという形のマスクとなっております。ダイヤモンドって形、はいはい、ダイヤモンドは韓国発祥のマスクとなっておりまして、はい、あのこういうような形ですね。あ、このような形なんだ。なるほど、正面にマスクの平たのがあるけども、はい、上と下にもう一つ立体的についている、うんうん、そうなんです、そこなんです。それではこのダイヤモンドも試着をしてみましょう。お、あにはせよ。すごい、ね、空間がすごい、すごいですよね。なんで今までこれ知らなかったんだろう。これ喋り手はこれですね、みんな。いや、これです、うん、そうなんですよ。そう、今まで本当に喋ってなんとかかんとかって動くんですって、はいはい、動かない。ダイヤモンドの形は鼻と顎の方で止めるような感じがあるんです、本当にこの顎のフィット感がすごくて、引っかかってる感と、はい、ここに止まってるのと、上にワイヤー入ってるから、はい、絶対的に花粉が入ってこないであろう。ちなみに粒子を 94% カットするというマスクだそうです、他は3層がメインになってくるんですけど、4層マスクなんですよ。花粉とかそういったところを防げる、やっぱ1枚増えるだけで、あのそこを防げる可能性が上がるんで。へ、4層って聞いたら分厚くなって呼吸もしづらいとか思うかもしれないじゃないですか、うん、逆にこう快適、息吸った、そうですよね、吸うとこう冷たい空気が入ってくるみたいな、はい、すごい構造ですね。すごいですね。さあ、ラストは去年の10月頃から店頭に並んだこちら。
4つ目は最後のバタフライっていう形になります、うん、バタフライ、はい、いや蝶々ってことですか。そうです、蝶々、蝶々ですね、うんうん、あなんか色が可愛い、はい、ダスティーな色で出してもファッショナブルですね、はいはい、でも若い人に人気ってことですか。いや若い人じゃないです、全年齢の方々に人気です。あそう、はい、じゃじゃじゃん、どうでしょう、すごいシュッとした感じになるんですね。そうなんです、頬の部分がシュッとこうバタフライに蝶々のようになってるところが小顔効果なんですかね。そうですね、小顔効果、また隙間ができないっていうのも一つ特徴ではありますね。いいね、この花粉症対策でさらにおしゃれに気を使うなんてね、はい、願ったり叶ったりで、はい、ますよね。こちらのエクリューっていうのが、まあ、これから販売という形になるんですけども、はい、このような形ですごい、はい、マスクがファッション雑誌みたいに、はいなってるような感じで、時代はここまで来てるんですね。えりすぐりは花粉対策の王道、マスクにメガネをえりすぐり、うん、イオンモール新小松3階のオンデーズにやってきました。わあ、メガネがいっぱいですね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。やっぱメガネがお似合いで。ありがとうございます。かわいいです。花粉対策にはメガネもいいってやっぱ聞くんですけれども、うん、そうなんですか？そうですね。やっぱり裸眼と比べると大体 40% ほどカットできると言われております。そうなんだ。はい、確かに裸眼でやってる時と眼鏡かけてる時とでは玉ねぎ切った時はちょっと違いますよね。そうですね、ちょっとやっぱ変わるんですよね。眼鏡を日々かけ替えることで毎日を新たな気持ちで過ごしてほしいというオンデーズの眼鏡、早速ご紹介してもらいましょう。やっぱりオンデーズとの眼鏡といえばこちらのエールウルテムです、うん、エールウルテム、はい、お、なんといっても最大の特徴はこの、おお、すごい、なんでそんなことができるの。宇宙船の内部の素材だったり飛行機の部分の素材を使った軽くて柔軟性、断熱性のあるフレームです。本当にグニングニン、そうなんです。よかったらかけてみてください。はあ、びっくり、あ、ノンストレス、そしてフィット感、はい、驚きの軽さが特徴のエールウルテム、壊れにくく安心して使えるというのが強みです。フィット感はすごいですね。軽いですよね。これは画期的だし、私子供ね、あの2人いますけど、両方ともにここバッてやってバキンってもう何回かやられてるんですよ。もうかけるの忘れるぐらい軽いですよ。外すの忘れそうですよね、あまりにもすごくて。どうです、オンデーズのメガネはプライベートブランドも充実、目移りしちゃいますが、本題の花粉対策ですよ。そうそう、その花粉対策メガネですけど、なんか今までね、やっぱりこうゴーグル感があって、そうですよね、あんまやっぱ気になっちゃう人もいると思うんですよね、うん、どんなものがあるんですか。はい、こちらです。お、はい、こちらがスクエア型で、こちらがウェリントン型というタイプになります。これはどんなところに特徴があるんでしょう。こちらはですね、 90% を花粉カットできるメガネになっております。すごい、それは嬉しい、朗報、はい、みんなだって目玉洗いたいとか、もう目がもうみたいな、目が目がってこうムスカみたいなね、もう一回るんだとムスカが増えるみたいな、はい、そんなに。そうなんですよ。目元の花粉飛沫対策に、こちらがオンデーズ花粉ツーウェイガードです。かける前見たらすごいですよ、このカバー力。そうですね、結構深く取ってありますよ、うん、しかも上からも、うん、横からも、ね、そうですね、うん、あ、しかもなんか重くないね。そうなんですよ、こんなカバーついてるのに、うん、え、どうですか、つけ心地もいいんですよそして気になるのがこのツーウェイという単語ですが、実はこれ、ツーウェイで取り外しができる花粉メガネなんです。すごい、はい、これはすごい、あ、すごい、そうです、はい、屋内だとメガネで使えて、あ、なるほど、屋外だとこちらを取り付けて花粉ガードになります。あ、それはいい、あ、いいね。ここが磁石になっておりまして、磁石なんですか、はい、よりいいですね。表示価格にプラス4400円で度数あり、はい、でさらにやっぱりマスクもすると曇ってくるので、うん、そちらにプラス5500円で曇り止めにすることも可能です。これが本当に 90% もカットするんですか。はい、よかったら実験してみてください。実験、花粉をかけて。そうです。いやですよ、すごい爽やかにさですって言いますけど
何実験するんですか。え？さっきまでかっこいいカットだったのに。何？実験ですよ。何これ？え？何これかけられてる花粉？だからあれか。普通にスマホだから。止まんない止まんない。ああ。罰ゲームみたいな。全く見えないんだけど前が。あすごい。わ目のところすごいねくっきりすごいはっきり本当に、うん、あちゃんとこの目のここカバーしてる ね、 ねこれとマスクしてたら確実に大丈夫ですねこれね、はあ、皆さんもぜひお試しください。いい実験やね。いや僕目元に全然ね行かなかった。で目線がなんでなんかこの辺とかに何か行っちゃう。全身ピンクでしたよ。気になりましたよ。今日のクイズでもありましたからね。実験中は何色みたいな。わざわざタイツにするねこれ必要があったのか。いやいやいやちょっとしたのかければよかったんじゃないかとかいろいろちょっと思いますよ。何かけるかでいろいろ論議がありましたけども、まあ、ベビーパウダーですねあれは。ベビーパウダー、まあ、でもあれだけの粉末が粉粒が顔に付着すると思ったら皆さん花粉もあれだけくっついてるってことですよ。そうかすごいですね。あれだけカバーできたら、であれをはたくときにパッパッパッってやったらまたパッてなってパッてなるんですよ。っていうことは やっぱり花粉って本当に大変なものだなって付着するとね思いました。そうですね、はい、オンデーズの花粉対策メガネと、まあ、ナボの立体マスクといろいろご紹介しました。どうでした。いや僕あのメガネが非常に気になりまして、エリアさんも少しおっしゃってましたけど花粉対策のメガネいわゆるゴーグルっぽくてねちょっと あの人、まあ、花粉症なんだな花粉症なんだなっていうのがねこう見えてちょっと抵抗感があったんですが、うん、あそこまでおしゃれとねそうこうツープラットに行けると非常にいいのかな、ね、思いました。磁石でパシンパシンって外せるから車にこうカバーの方置いといて、うん、外出るときはつけるとかできました、うん、そしてマスクだけどもはい、うんはいお世話になったお店2つご紹介しますが、まずはマスク専門店ナボです、うんイオンタウン金沢しめののほかにイオンモール新小松とイオンモール高岡と3店舗あります。なんか能登の方は高岡の方も行くみたいなんで、ね、なるほどね、はい、僕は行きますよ、はい、しめのに行ってください、はい、こう本当に私あのマスク、まあ、ちょっと手頃30枚で、まあ、500円ぐらいかなとかって選んどったけども、うん、いや機能的なマスクって本当にいいんだと思いました、ね、平井ちゃんもマスク好きですもんね。そうあのダイヤモンド型の使ってて、うん、やっぱりあのこの触れないというかこうメイクも落ちにくいっていうのもいいんですよね。でもしっかり密閉してくれるから花粉も取り入れないしっていう良さがありますよね、うん、ね。そしてもう一つがメガネですね。花粉対策であの実験もしましたオンデーズさんです。オンラインストアもあります。オンデーズで検索してみてちょっとチェックしてみてください、花粉対策メガネ県内ではイオンモール新小松とそして能登ではアルプラザ鹿島店での取り扱いがあります。いやあれだけ付着すると思ったら皆さん外すときやっぱあのこうウェットティッシュがいいって思いましたね今回。はい皆さんも乗り越えましょうね。以上えりすぐりでした。